着床促進薬と、そのスクリーニング系についてということですが、まず我々はですね、不妊治療に、着目をした研究を行っています。で、これまでですね、不妊の治療に関しては、どちらかというとですね、配偶死に着目した、治療方法というのが主に行われてきたというふうに考えております。そこでですね、我々は、これまであまり、注目されてこなかったですね、着床の方のですね、促進について、研究を行っているということになります。で、これまでもですね、肺の着床に働きかける薬剤というのは、いくつも開発はされているんですけれども、すでに実用化されている、着床に働きかける薬剤というのは、どちらかというとですね、子宮の状態をですね、改善させると、そういうことが目的となっています。例えば、子宮内膜が薄くなってしまった被迫化とか、それとか、子宮内膜にですね、感染が起こってしまっているとか、免疫の状態が、悪くてですね、着床がうまくいかないとか、そういったですね、母体側の状態を改善させるために、例えば、ホルモン薬であったり、抗菌剤、それから、免疫抑制剤などというのがこれまで実用化されてきております。ですが、これらの技術というのはですね、着床のというその現象そのものに作用するわけではなくてですね、またこのホルモン剤などにですね、従来の、技術に対してですね、反応しない着床不全患者というのが存在するということから、新しい治療薬の必要性が、存在しているというふうに考えております。で、不妊の原因ですけれども、女性側の問題と男性側の問題とありまして、男性が3割ぐらいで、残り7割ぐらいが女性側というふうに考えられます。そのうちですね、およそ、全体のですけど、20%ぐらいがですね、子宮の内膜に、由来する問題というふうに考えられています。ですので、これがですね、着床が、うまく起こらないというような問題となります。で、ご存知だと思いますけれども、有名ですけれども、不妊はですね、女性の年齢が高まるとですね、不妊の、リスクというのは上がっていくということが知られております。で、これまでの、先ほども言いましたけれども、これまでの治療というのは、配偶死に着目した治療というのが多かったというふうに考えられます。例えば、タイミング治療であったり、排卵を誘発させたり、人工授精、体外受精、顕微授精というですね、それぞれですね、配偶死がうまく受精して、発生するような段階に、持っていくための治療法というのは開発されています。また、最近ですね、ES 細胞や iPS 細胞からですね、配偶子を作るということも、技術も開発されてきております。こういう問題から、こういう技術の発展からですね、配偶子への治療についてはですね、現在、ある程度、その技術というのは出揃った状態であるというふうに考えられます。そこで残った問題というのが、やはり子宮内膜への治療ということになると思います。で、右側の図はですね、移植肺の着床率と女性年齢になります。女性年齢が高くなるにつれてですね、このように人工授精などで作った肺ですね、移植した時の着床率というのは非常に下がってくるということが知られております。現在、高齢出産が、多く行われるようになっておりますので、この問題についてですね、解決策を考えていきたいというふうに考えています。で、これまでの子宮内膜への治療法というのは、ホルモン療法などが主でありまして、着床自身に働きかける治療法というのは現在、存在しておりません。で、着床自身への、治療法を確立できればですね、人以外にですね、家畜への応用可能性というのも考えられます。例えば和牛、それから競走馬ですね、和牛では人工授精が、多く行われております。
また、競争場ではですね、1回の交配でのですね、コストが非常に高いということが問題となっております。それぞれのですね、家畜の生産についてですね、着床を促進することができればですね、生産性の、向上などに、生産性の向上やコスト減などにつながるというふうに考えられます。で、そこで我々はまずですね、着床を評価する実験系というのを、開発いたしました。で、これは我々がその着床に作用する薬剤をですね、スクリーニングするのに用いております。まずこのようにですね、3D プリンターで、非常に数ミリサイズですね、小さいデバイスを作りまして、で、これでマトリゲルにですね、これを刺した状態で固めて、これを引き抜くと穴が開いた状態になると。この穴の中に、オルガノイドを入れてですね、そこに着床させると。そういう実験系になっております。で、この、着床系をですね、人工、あ、まあ、この、人工子宮をですね、用いた着床系を人工着床系というふうに我々呼んでますが、この、マトリゲルの中にですね、子宮内膜の間質細胞が入っていて、で、この赤いのがですね、子宮内膜上皮のオルガノイドになります。そこに、子宮内膜の細胞が揃ったこの小さなデバイスの中にですね、肺ですね、マウスの肺になりますけど、これを、作用させることによって、この、内膜の上皮細胞との間に起こる、反応というのを観察するという実験系になっております。で、この人工子宮に用いるですね、子宮内膜のオルガノイドですけれども、一層のですね、上皮細胞の層に、ここからなるオルガノイドになります。上皮のマーカーであるカドヘリンや、また、子宮内膜上皮のマーカーであるサイトケラチンやムチンなどの、発現というのを確認しております。また、先ほどの、この図に戻りますけれども、子宮内膜のオルガノイドの外側から肺が、作用するというような実験系になっております。で、このようなオルガノイドはですね、マトリゲルの中で培養するとですね、細胞の足場というのが外側にある状態になりますので、外側がですね、基底側になって、で、内側が長短側になります。で、長短側が貫通側ということですので、一般的にはですね、肺はですね、貫通側から作用するのが、正しい作用の方向性というふうになります。ですので、この極性をですね、コントロールする必要があるということで、我々はですね、このオルガノイドを一度ですね、マトリゲルから取り出して、で、足場がない状態でしばらく培養することでですね、この極性を逆転させるということを、ができるということを、確認しております。ですので、この、極性逆転したオルガノイドはですね、外側が、貫通側、つまり長短側となっていて、自然にですね、肺が、外側からアクセスすることが、自然な極性の向きとなるような工夫をしております。で、こちらが実験のスケジュールですけれども、肺をですね、インビトロで育てて、肺バンクまで、発生させます。それをですね、人工子宮に加えることによって、その反応を見ていくというような実験系になります。こちらがその、人工子宮での、人工着床系になります。インビトロインプランテーションで、頭文字取って IDIM というふうに名付けておりますが、この IDIM という実験系ではですね、リアルタイムイメージングですけども、この緑色のでラベルされた肺がですね、赤で、ラベルされたですね、子宮内膜上皮にですね、融合して入り込んでいくというような現象が、確認すること、観察することができます。こちらは動画になるんですけれども、先ほどちょっと色が逆転していますけれども、赤が、肺で、緑が子宮内膜上皮のオルガノイドになりますが、このようにですね、肺が子宮内膜上皮、オルガノイド内に侵入していくと。こういうような現象を観察することができます。
で、この反応がうまくいきますとですね、これが成功した場合と、こちらあまり成功しなかった場合ですが、成功しないとですね、この子宮内膜上皮と、肺はですね、バラバラの状態になるんですが、成功すると、このように、子宮内膜上皮の中に、肺が入り込んだ状態で、この先ほど作った、その人工着床系のですね、マトリゲルの穴から取り出してもですね、このようにくっついた状態を保ちます。これによってですね、この人工着床系で着床現象が起こったか起こってないかということを判定することができます。またこちらは、その人工着床系ですね、肺を入れた後72時間後のシングルセルでの解析ですが、入れている細胞ですね、子宮内膜上皮の細胞、それから肝室細胞、それから、胎盤様の細胞というのを確認することができていまして、入れた細胞群それぞれを確認することができております。またですね、肺発生に関わっている、遺伝子というのもいくつか、確認しておりますので、ある程度この中で肺の発生が進むということを確認しております。またこちら、着床に関連するですね、遺伝子の発現を確認しています。それぞれ、リセプターとリガンドになりますけれども、リガンドとリセッターになりますけど、ウィンとフリーズルド、それからジャグワンノッチ、それから TGF ベータと TGF ベータのリセッター、リフとリフの、シグナリングカスケードの、分子、それからインテグリン、それからこちらはメタルプロテアーゼで、肺の中に、肺がですね、着床するときに細胞間の接着を剥がすのに働く分子です。このようにですね、着床に関連する遺伝子群というのが、これらの、細胞群に発現しているということを確認しております。で、その中でもですね、我々はですね、このインテグリンに着目しております。で、インテグリンというのはですね、肺側ですね、肺側の、トロフォブラストね、に発現していて、また、子宮内膜の上皮にも発現しています。それぞれ、その細胞外マトリックスと結合するわけですけれども、最初にですね、この2つのですね、細胞が接着するのに働く分子となっております。で、このインテグリンはですね、反復着床不全症という、その移植した肺をですね、肺を2、3回移植してもですね、着床が起こらないというような患者さんにつけられる病名ですけれども、この反復着床不全症ではインテグリンの発現が低下しているということが知られております。そこでですね、我々は、この先ほどのアイビムで、このインテグリンに対する活性化剤というのをテストしております。で、まずこのインテグリンの活性化剤について説明させていただきますけれども、このペプチドベースの、活性化剤でありまして、基本的にはですね、インテグリン側のですね、テイリンとの結合部位のアミノ酸を変化させたものとなっております。で、インテグリンはですね、細胞内ドメインでテイリンと結合することによって活性化状態になるということが知られております。で、この実験はアルファスクリーンでですね、この、インビトロで作った、インテグリンとテイリンの結合を、測定しております。この、ペプチドをですね、加えることによって、結合がですね、促進されるということを確認しております。で、この、インテグリン活性化剤 IGN2 をですね、加えるとですね、コントロールに比べて、着床の効率というのが上昇するということを確認しております。およそ3倍ほど上昇するということを確認して、このようにですね、インテグリンの活性化を促すことによって、インビトロではですね、肺と子宮内膜上皮の結合というのを促進することができるということを確認しました。そこで、我々はですね、この IGNM2 という、インテグリン活性化ペプチドの効果をですね、マウスの着床において確認する実験を行いました。こちらでもですね、人工受精ではないですね、すいません、人工的にですね、インビトロで発生させた肺をですね、
ギニシンマウスに移植している実験になります。で、ここで非常に、実験系で注目していただきたいのですね、この移植される側のマウスとですね、この我々がインビトロで準備した胚のですね、発生の段、その交配後の段階というのが、日にちというのが2日間異なっているというところになります。で、着床という現象はですね、特定のですね、期日でしか起こらないということが知られています。それが、着床のウィンドウというふうに呼ばれています。ですので、範囲と、それから、移植される側のマウスにですね、その着床のウィンドウがぴったり合っているとですね、移植の着床の効率が非常にうまくいくということが、予測されるわけですけども、我々はですね、ここ2日間、ずらしていて、範囲の方が2日進んだ状態で、移植される側のマウスが2日遅れた状態になってますので、まず非常に着床効率が悪いというような実験系を、使っております。で、こちらが、まあ、その実験系のですね、着床の効率を、コントロールマウスとですね、移植時にですね、この活性化ペプチド IgM2 を、同時に、子宮内に投与した、コントロールとの比較を行っています。コントロールに対してですね、実験群では、着床して、肺発生が行っているということを確認しています。これが E15.5 の段階での、確認を行っていますが、コントロールではですね、まあ、これまでのところ24個肺を移植してですね、まだ、着床がちゃんと起こってないんですけれども、まあ、それに対してですね、IgM2 というこのペプチドを加えることによって、まあ、24個のじゃ半分はですね、移植した後着床が起こって、発生が起こっているということを確認します。で、そのうち、すいません、着床が起こっているのが半分、12個で、そのうち発生が起こっているのが6個です。で、まあ、こちらに D のところにですね、D15.5 での肺の状態というのを確認して、載せておりますけれども、まあ、このように発生しているものと発生が起こっていないもの2つに分かれるというような実験結果が得られています。で、発生しているものについてはですね、まあ、こちらに示していますけれども、まあ、見た目にですね、ワイルドタイプとですね、の E15.5 肺とですね、特に、発生上の違いが見当たらない状態となっています。またこちらは、移植、E15.5 で回収した肺のですね、切片を作ってですね、HE 染色をして、で、まあ、発生を確認しているわけですが、まあ、脳、それから、消化管などのですね、心臓や消化管など、正常に発生が起こっているということを確認しております。また、このインテグリンですけれども、発生にも重要な働きをするということが知られておりますので、まあ、今のところその範囲の状態というのは大丈夫であるということは確認しているんですが、まあ、それでもですね、まあ、それが、まあ、なぜそうであるのかということを確認するために、範囲の中でですね、この活性化ペプチドの極材というのを可視化する実験を行っています。で、こちら一番左端、この真ん中がいいと思いますけれども、この肺はですね、このトロコブラス細胞が周りにあって、内部細胞界が内側にあるという、これ二重構造になっています。で、トロコブラス細胞は着床に働いて、そして胎盤などの発生に働きます。それに対して内部肺細胞界は、発生して、実際の、生態を作っていく部分ということになります。で、この IgM2 はですね、この細胞、この、範囲のですね、内部細胞界には極材せずに、その周りのですね、トロフォブラス細胞のところに、極材しているということを確認しています。で、この IgM2 ペプチドはですね、N 末端ミリスチル化されておりまして、ミリスチル化されたペプチドはですね、細胞内に取り込まれるんですが、ミリスチル化自身はですね、細胞膜極材シグナルでありますので、細胞内に取り込まれた後、細胞膜に極材して、で、その次に隣の細胞に、運ばれるということはあまりないのではないかというふうに考えております。
またこの赤はですね、インテグリンベータ3の極材ですけれども、まあ一部ですね、この細胞膜上では極材が一致している部分というのを確認しています。ということでですね、我々の技術はですね、従来技術と異なってですね、着床に働く分子であるインテグリンに直接作用する薬剤であります。で、従来は子宮内膜の問題に合わせてですね、薬剤選択の必要がありますけれども、まあ着床、まあその子宮の状態が悪くてもですね、無理やり着床させるような、まあ着床現象を自身に働きかけるというような、作用を持っているということになります。また、加えてですね、これまでですね、子宮の内膜の状態を整える薬剤とターゲットが異なりますので、まあ、本技術と従来技術というのは協調的に働くということが期待できるというふうに考えております。まあ、想定される用途としてはですね、着床前患者に対してですね、人工授精もしくは顕微授精肺を子宮内移植するときに同時に、子宮内に、ペプチド、活性化ペプチドも、インテグリン活性化ペプチドも同時に入れるということを行っていくというのが良いかなというふうに考えます。まあ、それによってですね、侵襲性が非常に、まあ、1回の侵襲で済むというところで、まあ、こういう用途が良いというふうに考えています。また、除菌以外にもですね、和牛や競走馬などの家畜においてですね、人工授精肺の着床率向上や、交配時の妊娠率の向上に用いるということが考えられます。それから、まあ、このペプチドをスクリーニングするに用いたですね、このスクリーニング系ですけれども、まあ、その他着床関連薬の開発に使用することができるというふうに考えております。実用化に向けた課題としてはですね、まあ、現在マウスでの人工授精肺の子宮内移植の着床向上まで、開発しておりますが、肺発生の安全性というのがまだこれから課題であるというふうに考えております。今後、安全性について実験データを取得して、人の患者治療に適用していく場合の条件設定というのを行っていきたいというふうに考えています。また、実用化に向けて、薬剤適用をですね、子宮内に直接、投与するといった局所投与以外でも、できるようなですね、技術を確立していきたいというふうにも考えております。企業への期待としましてはですね、肺発生の安全性について一緒に、研究していただけるような企業、それから生殖関連薬剤の研究開発に携わる企業との共同研究を希望しております。また、まあ、生殖医療技術開発中とか、これの分野に、参入していきたいと考えられている企業に、も、ぜひ共同研究できたら、良いなというふうに考えております。本技術に関する知的財産権ですけれども、関西医科大学からですね、昨年11月に、あ、いえ、2022年の11月に、特許出願しております。問い合わせ先としてはですね、関西医科大学の産学自在等活室に、お願いできたらというふうに思います。以上になります。